屋上のユリレイさん。ユリって何なんだろう。きんぴらしょっぱかったかな。でも朝練とかしているひなにはちょうどいいと思ったんだけど、今日はいっぱい汗もかくだろうし、ごぼうは少なめにしてあげたんだからちゃんと食べてくれるだろう。まあ今まで残してきたことなんてほとんどないんだけど。本当に今日はいい天気だな。日差し結構強いや。UV 対策してきて正解だったな。ひなにももっとちゃんと日焼けに気をつけるように言ってあげないと。だから今日は人がそんなに増えなかったのかな。心に浮かぶよしな仕事か。なんか年寄り臭いな。古文のそのう先生に怒られそうだけど。美味しいだけじゃないってとこがあのらしいけどさ。ま、甘いことは間違いないかしら。バカ！あなた、何をしようとしているの？
よ。こんな天気のいい素敵な日に毒を飲むなんて。早まっちゃダメよ。あなたにはまだこれから先きっといいことがいっぱいあるんだから。きっと辛いことがあったのね。でも毒を飲むなんてダメよ。あなたにどんな辛いことがあったのかしら。そんな真っ黒な毒薬を飲むなんて。毒を飲むなんて。きっと苦しいわよ。すっごい吐き気がする。でも吐けないの。悩みがあるなら私が聞いてあげるわ。それで少しでもあなたの気が楽になったなら思いとどまってちょうだい。そしてそのうち立っていられなくなるくらい体がしびれて目の前は真っ暗に。何の悩み？恋？きっとそうね。誰か好きな女の子でもできたのね。どうしていいか分からなくて辛かったのね。違う違う、これはただの雨だ。ただの飴玉で毒なんかじゃなくて。そんなの分かってるもん。ごめんなさい、予想以上に驚いてくれたみたい。からかっただけよ。だってそんな真っ黒なの毒薬としか思えないじゃない。本当に真っ黒だったものね。でも最近は流行っているのかしら。よく見かけるわよね。どんな味なの？甘いけど黒糖使ってるからちょっと丸い感じで、でもレンコンのえぐみはそんなにないかな。黒糖ってサトウキビから取れるのよね。ああ、黒蜜の味ね。レンコンが入っているの？変わってるわね。でもこういう妙な組み合わせって結構多くて、それが新商品のインパクトにつながるわけで。よかったら一ついただけないかしら。なんてね、私たちには味を確かめることなんてできないのに。どうしたの幸さん。あなた、え、はい。私たちの姿が見えているのね。はい。声、めぐみたちの声聞こえているのね。うん。幸さん。めぐみ。めぐみたちの声が聞こえている人がいた。めぐみたちのこと見えてる人がいた。ねえ、もしかしたら。そうね。やっと私たちは見つけることができたのね。わあ、やったー。ねえ、あなた聞こえているのよね、私たちの声。それなら
私たち。あなたに。聞いてほしい話が。あるんだけど。あ、ちょっと。あ、どこ行くの？あ、ユナ、おかえり。今日はずいぶんゆっくりしてたんだね。うたた寝でもしてたの？そうかも。うわぁ、ユナ、汗ドロドロ。そんな急いできたの？まだもうちょっと時間あるよ。って、どうしたの？顔、真っ青だよ、ユナ。え？もしかして屋上で何かあった？え？あ、いや。ちょっと変な夢を。席に戻りなよ。うん。ユナ、気分悪くなったら保健室に行くんだよ。大丈夫よ。見つけた。このクラスにいたんだ。え？誰？トーミーさん？どうしたの？先生、何か間違えた？どこも間違ってないよね。何かわからないことでもあった？
その…すみません。目の前をなんか虫が横切ってびっくりしちゃって。え？ああ、そうだったの。びっくりしたのは分かったけど、あまり大きな声出しちゃダメよ。はい、すみません。ねえ、ユナ、大丈夫？気分悪いなら保健室に行こうか。私付き合ってあげるよ。大丈夫大丈夫、ちょっとびっくりしただけだから。ならいいんだけど。ほんと大丈夫、ありがとう。放課後屋上に来てね。来てくれないと呪うよ。どうしろって言うのよ。